今日は伊豆の廃道に行きたいと思っています。ここの海岸線沿いをもうちょっと向こうになぞったところに友呂岬っていう岬があるんですけど、そこに昔現役で使われてた道が今でも廃道になって置き去りにされてるんです。今から合流する道が国道135号線っていう伊豆半島の東側をガーッとなぞってる国道なんですけど、昔はもう一段下の海に近い方に道があって旧国道135号だった。昭和53年に大地震があって、その地震の影響であえなく使われなくなった道です。今通ってる135号は有料道路としてすでにあったので、こっち側を国道にしちゃおうって言って完全にもう捨てられちゃった、かわいそうな道なんですよ。国道135号の廃道に歩いていきます。この景色綺麗だな。ねえ、いいカーブ。この道やばいですよね。だけど今からうちらが行くのは右側です。もしかしてこの先、うむ、はい、いかにもここでございます。これ道、ここから先が大地震によって放棄されてしまった国道135号の廃道区間になります。ここから先廃道区間に随道が3本、祈祷随道だけは行ったことがあって、真ん中別の道から行けるところがあったんでそこだけ行っちゃって、黒根と白田はヤブがすごすぎてやめちゃった。全然いいんじゃないですか、こんなぐらいだったら。失礼します、お邪魔します。あ、めっちゃ楽。もうスイスイだよこんなの。見て見て、ゴロゴロしてる石が。でっか。災害当時に崩れてきた岩だとか、その後で年々崩れてきた岩だとか、そんな感じですね。お、見て、あ、ガードレールだ。わー、こっちには標識の支柱の跡もありますよ。早速道だった痕跡がすごい出てきますね。すごいいい景色。あ、ここ走ってたんだ、やばいですね。うわー、すごい上からいっぱい流れてきてる。ここはもう落ちちゃえばいい。いらっしゃいませ。なんか書いた、落石注意の看板だ。こういうのがあると嬉しい。こんにちは。やっぱりこうやって残ってるとモチベーション上がりますよね。自分が来た道が正しかったんだって思う。あった、うわすごい。え、どれどれ、あれあれ、おお、かわいい。なんかこれが黒根随道です。当時走ってた人はこういう景色ですからね。オッケーオッケー。あ、これか。あー、すごい。おー、うわー、いやー、いい景色。え、ここで暮らせそうなんだけど。洞窟の入り口みたいな。うん、みたいですね。すごい海の音がすごい近いし、それだけ険しいところにね、あった道なんですね。いや、よくこんなところに道を。道を作るって本当にすごいことですよ。こんなところ入るの初めて。やば。あー、すごい、やばい。あ、何これ、車、ミニカーみたい。本当に放置されてそのまんまくしゃってなったやつ。ここにフロントガラスが落ちてて、車検の有効期限が書いてあるんですよ。それが昭和54年なんで、地震が起きた時に取り残された車だっていう。トンネルの中で地震があって引っ張り出すこともできずにここで廃車になっちゃった。こっちの出入り口は結構大きいじゃないですか。それが
向こうはあの程度しか空いてないっていうことはそれだけの量の土が堆積してるっていうことですよね。すごい。こうやって荒れた景色の中にあんなにアーチがあると絶対人工物じゃないですか。ということは昔そこに人が出入りしてたっていう、もうそれだけでおってなりますよね。え、何あれ、神社？え、しかもなんか新しくないかこれ。すごい綺麗。波佐見石神社。かわいい。貝殻お供えしてやるのかなこれ。波佐見はありました。あ、本当だ。あそこにある。すごい。おお、すごい。あれ、いや、そこの先っちょまで行きたい。めっちゃ綺麗。めっちゃいい天気。綺麗。あった。めっちゃ簡単に来れちゃった。見て見て。これが紀藤瑞道さんです。もしかしたら完全に埋まってる。そういうことです。反対側からなら入れるんですけど。そうなんだ。なんか冬だから歩きやすい。あ、そうなんだ。わーい、着きました。紀藤瑞道の東側です。でーん、やば。これが向こう側に抜けられない理由です。この地質が廃道になる原因ですね。もういかにも脆そうな感じじゃないですか。柱状節理みたいな。これが上からズボズボズボって落ちてきて、コンクリートと鉄筋が負けたんですよ、自然に。この辺も全部積んであったブロックというか、多分こういうブロックを積んでその後に鉄筋を通して固めるっていう工法だった。そういう頑張りがあったんだなっていうのが逆にこういう風で見えるから。あれか。ああ、まあまあこれだ。わあ、すごい。で、ここを降りていきます。あ、抜けれるね。メンタル強えな。やべえ、なんか最後のラストステージ感半端な。広い。こんな綺麗にまだ保ってるのすごいですよ。あそこ奥見てもらうとまだアーチが続いてるんですよ。だから出入り口はもっと向こうだったんですよ。うちらは上の穴が開いた部分から入ってきたみたいな感じなんだと思います。素彫りですね、ここだけ。何これ、すごい。たまにありますね、真ん中は素彫りっていうところ。何、生きてるのこれ。生きてる。あ、本当だ。かわいい。本当に。てか、ミイラじゃないこれ。ツンツン。あー、すごいかわいい。見て見た、今の手。出口です。上の変額もシスミちょっと落として、おしゃん、おしゃれ心忘れてないんですよ。最近の新しいトンネルってこういうのがないんで、こういうのは昔の隧道の見どころですね。やば、嬉しい。石があったでしょ。波佐見石をどうにか観光のいいとこだからしようとして、どうしても危険すぎるもんで、どうにかして歩いていけないかっていうんで、これで上から行く道をずっと10年がかりでこう作って、それで2年前かあの赤い鳥居を作って、すごいピカピカだったもんね。2年前お宮とか石の、ちっちゃい、ね、あれもお参りできるようにしようっていうんで、うん、
トンネルの中に車残されて、それ助け消防団行ったりとか、ずっと駆り出されてたからさ、もう23だから。もう実際乗られてた人とかどう？みんな助かったんで、一緒にいた人も助かったし。